ねえ、もしかして…お化け屋敷行こうって言ったの、エッチな気持ちから？私、抱きつきすぎ、抱きつきすぎ。こりゃもう、お嫁いけないかな。あれ？どうしたの？顔真っ青。うっ、何も、涙目に並んでも。よしよし、もう大丈夫でちからね。やっぱメリーゴーランドっていいね。そろそろ帰ろうか。こうしてみると夜景も結構綺麗だよね。雰囲気を楽しむ乗り物だしね。つまり恋人が醸し出すみたいな雰囲気ってことかな。まあ遊園地自体来ないかもね。ねえ、そっち並んで座ってもいい？そういう雰囲気、そうだね。正面に座っている方が私のパンツも見えるし。なんか、ごめんね。うん、無理に連れてきた感じで。そう言ってもらえると私としても嬉しいんだけど。あのさ、これから言うこと怒らないで聞いてくれるかな。私ね、思ったの。今日誘ったのも半分はそれがあったからなんだけど、京介ちゃんには家にこもらないでほしい。そういう意味じゃない。エマと二人きりでってこと。
仲の良すぎる兄弟って変だと思わない？私にはキョウスケちゃんたち仲が良すぎるように見えるから、だからあんまり良くないのかなって。そうしなよ。よかったら私また誘おうか。疲れたね。ちょっとお腹空いてるし、ハンバーガーでも食べる？わかった。じゃあここで。私本当に誘うからね。約束だよ。帰りなさい。図書館に行くんじゃなかったの？ご飯は？じゃあ温め直すから手洗ってね。そろそろ食べ頃かな。おいしそうね。なんかみんな浮かない顔ね。そんなことないよね、みんな。そう？トウモロコシ好きじゃないとかそういうことない？ううん、食べたい食べたい。ふーん、ならいいんだけど。じゃあ、半分に切ってくるから、ちょっと待ってて。京介も？難しいよね。見つけようとして見つかるわけじゃないから。それが出てくるのをただ待っているような感じだからね。
感じしなかった？この前はびっくりの方が強かったけどさ、振り返ってその時のことを思い浮かべるとすごい嫌な感じがした。嫌な感じか。うん、それ私も感じたな。雲を見ちゃった時みたいな感じ。敵？不具体点？どうにも相入れない敵同士って意味だけど。
いないね。なんだったの今の。正しいこと？変なやつ。けど嫌だね。どうかした？空？流れ星でも飛んでた？まあ昼間じゃ流れ星なんて見えるはずないか。な、何？どうかした？おばば？違う、だって。何よみんな、どうしたの？大丈夫？日射病？貧血？生理かな？ああ、ダメね、これは。あっ！みんな、ごめん。ちょっと通り連れて帰るから後片付けお願いできる？はい。トウモロコシもごめんね。やった。おばさん、全然気づいてなかったよね。本当に嫌になってきた。おばさんがなんか別のものになっちゃったみたいな感じした。おはよう。